今までの中でハイペースの地元斡旋ですけど、いかがですか。もう近くやし、地元だし、好きっすね、いいっすね。落車があって、で、一場所欠場の開催、この松坂で4場所目となるんですけど、実際どうですか。でも練習いい感じやし、そうっすね。そう、先行とかやっぱ減ってるんで、決まり手見て相手もやっぱり動くと思うんで、そこがうまく噛み合ってこれば、先方はまればいいと思うんですけどね。そうですね。外人の選手も3年も4年も前から来てるんで、毎年1回は当たってるんですけど、外人の選手の自転車いつもセッティングとか参考にするのがいつも楽しみなんで、今年初めてなんで外人の選手と、はいはい、一緒の開催になるのが、はい、そこはちょっと楽しみです。やっぱり世界のトップクラスじゃないと日本に来れないですよね。だからそういう選手が日本の競輪走ってどういうセッティングとかやってるのかってすごい気になるんで、外人の選手はサドルがやっぱり股が痛いんで、クッション付きのサドルを使うことが多いんですけど、はい、最近はちょっと日本人と一緒の固めのサドル使ってる人が多いんで、はい、ちょっとその辺どういう感じで乗ってるのかなって思います。地元の小西さんがようやく復帰戦ということで追加で急遽。そうですね、もうずっと練習一緒にしてたんで、はい、そうですね、いつ行くんかなってずっと思ってましたけど、まさかの地元だって、はい、そうですね。まあちょっとね、勝ち上がりとかそれのあれにもまたよるんですけど、ね、同乗した場合どうですか。まあ練習通りのいつものレース出し切るレースをしたいっていうだけですかね。そうか、なんか2周逃げてくれって先輩言ってました。絶対無理ですね。2周逃げます。暑いんで無理です。じゃあ最後にファンに向けて意気込みをお願いします。いや、もう3日間全部自分の力を出し切るようなレースができたらと思ってます。はい、暑いのは大丈夫ですか。いや、苦手です。なるべく暑い時間避けて練習してるんで。そうですね、はい、我慢して頑張ります。頑張ってください。はい。